おはようございます。おはようございます。あやです。あやです。いやすごい降ったね。ねえあの夜が明けたら冬でした。はい、突然びっくりしたね。劇的変化。うん、今日10月の14日、うん、だよね。で3日前の日曜日に初雪がちらっと降って、うん、あいよいよ冬が来るねって言ってたら突然これだもんね。突然この30センチぐらい30センチは積もった、うん、というわけで今バンファービーに歩いてるんですけど、さすがに人がおらんね。人いないですね、うん、街が静か、うん、雪が降るとね、雪が音吸収するから静かになるけど、うん、まあ、突然の雪でさすがに出歩く人もそんなにいないかなって感じだね。だろうね、うん、あまりに突然だったから、ね、そう全然予報はどうだろう、ほんと数センチ積もるとかぐらいじゃなかったっけ、うん、で、それが起きてみたら、起きたらすごいもう数センチどこじゃないもんね。ね、うん、今バンファービニューこんな感じですよ。もうここ避けられた雪が山になってて、このゴミ箱の上もまあ手がこれぐらいなんでね、まあ、25プラスぐらい積もってますね。はい、そう今年はね、どちらかというと雪が降らんねえって喋ってたんだけど、そう遅いよね。そう毎年ね、9月の半ばか下旬ぐらいに1回ドカッと降るもんね、うん、でそっから何回か雪の日があって冬に入っていくって感じだけど、今年は本当に3日前にちらほら初雪が降るまで街は全然積もんなかった。だから2週間ちょっと遅いですね。そう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 、うん、それが突然これだもんね。びっくりだわ、うん、まだ何の準備もしてなくて、ね、もうこの下もぐちゃぐちゃ、うん、歩きづらい。今使い古した登山靴で歩いてますけど、そうしないと厳しいね。厳しい。気温はそんなにね低くないんだよね今、うん、マイナス2度とかマイナス1度でしょ。そうそう、だから寒くはそんな別にないんですけど、うん、まあ、その分雪の量は降ったね。雪がなんか重いよね。そう重い、うん、突然降ったもんだから、この何中窓の木もまだ紅葉してないのに雪積もっちゃって、下の雪はこんな感じですね。これそんなに握ったら固まるぐらいのやっぱり湿った雪ですね。この時期は長い冬が始まるよ。長いね、うん、今10月14だけど、多分街中から雪が完全になくなるのは半年後だね。はい、4月の半ばぐらいかしら。そうね、4月ぐらいまでかな、うん、ここはね冬が半年あるんですよ、うん、まあ、3月とかになればだいぶ暖かくなるから。そうそう、うん、まあそれは春っぽいっちゃぽいけど、まあ、でもね春にも雪降ったりするからね。4月の半ばでもこれぐらい積もることはあるからね、うん、今年はどんな冬になるでしょうね。ねえ、またというか本当に静かな冬になると思うけど、うん、まあ、どっちにしろ今から来るこの10月下旬から11月半ばかいっぱいぐらいの時期は、うん、どんな年でも一番静かなんだけどね、1年の中で。一番の閑散期だもんね。そう、夏の観光が終わってまだスキー場が開かないっていう季節だから、どっちみち静かなことは静かだけど。そうそう、今年はいつも以上に静かになりそうですよ。だね、うん、まあこの時期は事故も多いから。そうなんだよね、この降りたてというか、そう一番滑りやすい雪なんだよねこの時期の雪は。今朝も交通情報見てたら1号線で何箇所か事故ってたし、本当にうちらも4日前かスタッドレスタイヤに予約変えてね。そうギリギリだった。そろそろ雪降りそうだなって思ってタイヤ変えたら案の定ですね。よかったよ変えといて、ね、うん、はい、まあ今日はこんなもんですね。はい、ちょっと簡単に初雪が降ったという、はい、バンフの状況を。まだ秋の動画2本か3本ぐらい、夏の動画まだ溜まってるけどとりあえず冬が来たというお知らせでした。はい、速報です。はい。